皆さんこんにちは。今回は単色の糸とマルチカラーの糸を使用してハート模様のポーチを作ってみたいと思います。使用する糸はキャンドゥで購入したニューコットンベビーという糸のカラー番号が50番の淡い緑色の糸と、こちらのマルチカラーの方はダイソーで購入したマルチカラーヤーンという糸で、カラー名はホワイトミントというカラーになります。こちらの糸は何回か試し編みをしたので少し使いかけになってるんですけど、ほぼ一玉あると思います。こちらの糸は一玉新品の状態であるので、こちらの糸の量に合わせて編んでいって、必要な分だけこちらの糸を使っていこうと思います。かぎ針は4号 2.5 ミリの太さのものを使っていきます。鎖目の作り目から始めていくので、指に糸をかけて糸の向こう側から針を入れて、手前に1回ねじってから糸を引き抜きます。最初はキュッと糸端を引っ張って引き締めておいて、次から1目、2目、3目と数えていきます。今回は44目の鎖編みで始めていきます。長編みを編んでいくので、さらに鎖を3目編んでから針に糸をかけて、鎖の裏側の 1,2,3 と飛ばした4つ目の裏山に針を入れて長編みを編みます。最後にこの鎖の一番上の目に引き抜きをするので、今編んだ長編みの頭の隣の部分にマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、もう一度同じ場所に長編みを編んだら、この後2段目で増し目をする時の目印にこの長編みの頭にマーカーをつけておきます。ここから先は鎖の裏山を拾って長編みを編んでいきます。もしこの裏側の糸が拾いにくい場合は、真横から針を入れるのではなく、この向きから針を真ん中の糸と手前の糸の間に入れて、かぎ針のこの部分で真ん中の糸をすくってくるように、向こう側の糸との間から針を出すように拾うと拾いやすいかなと思います。3本糸が渡っている手前と真ん中の間から針を入れて、向こう側の糸と真ん中の糸の間から針を出してくるような感じになります。全部の鎖目の裏山を拾って長編みを編みます。鎖の最後まで長編みを編むと、先ほどマーカーをつけたこの長編みを含めて44目長編みが編めます。この一番最後に編んだ長編みの頭にもマーカーをつけておきます。このまま同じ場所に長編みを2目編みます。この後も同じこの穴に長編みを編むんですけれども、こ
その鎖編みを編み始めた糸端をまたいで向こう側に長編みを編みます。さらに同じ場所にあと2回長編みを編むんですけれども、私はその時にこの糸端を編みくるんで編んでいきます。一番端の鎖編みには全部で6目長編みを編んでいる形になります。この最後に編んだ長編みの頭にもマーカーをつけておきます。次は先ほど逆側に長編みを編んでいるところと同じ場所に針を入れて長編みを編んでいきます。向こう側を編んだ長編みの付け根に針を入れると糸が2本拾えるので、この場所に長編みを編みます。少し力を入れるとグッと針が入るかなと思います。針が簡単に入ってしまうところだと、この長編みと長編みの間に針が入ってしまっていて、鎖編みをまるっと拾ってしまっている形になっている場合があるので、そこではなくてしっかりこの長編みの付け根の部分にグッと針を刺して糸を2本拾って長編みを編むようにします。長編みと長編みの間をすくってしまうと少し深く糸が渡ってるような形になると思います。で、このまま編み進めて次はこの長編みの付け根をグッと拾ったとすると、ここで1目数が増えてしまうことになって目数がずれてきてしまうので、この付け根の部分にグッと力を入れて針を刺して拾える場所に長編みを編んでいきます。スタートの位置まで戻ってきたら、この初めに2目長編みを編んだ場所にも長編みを編みます。この長編みの頭にマーカーで印をつけておきます。この同じ場所にあと2回長編みを編みます。この目に長編みが5目と立ち上がりの鎖がある形になります。そしたらこのマーカーをつけたところに針を入れて引き抜きでつなぎます。引き抜きは軽く糸を引っ張ってキュッと締めておきます。2段目も鎖3目で立ち上がって、この3目目の鎖にマーカーをつけておきます。針に糸をかけて先ほど引き抜きをした場所と同じ場所に長編みを編みます。隣の目に進んで、この目にも長編みを2回、最後にこのマーカーがついている長編みの頭に長編みを2回編みます。
ここから次のマーカーがついているこの目の一つ手前のここまでは長編みの頭を拾って一つずつ長編みを編んでいきます。マーカーのついている一つ手前の目まで長編みを編んできたら、このマーカーのついているところから一つの目に2回ずつ長編みを編んでいきます。次のこのマーカーの目まで1目に2個ずつ長編みを編んで目数を増やします。最後にこのマーカーのついているところに長編みを2目編むと、1つの場所に長編み2目を編んだ目が全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 目編んでいます。次の目からはまた1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。次のマーカーの手前まで長編みを編んできたら、このマーカーのついている目からまた1目に2回ずつ長編みを編んでいきます。長編み3目の頭を拾って同じ場所に2回ずつ長編みを編み入れながら 1,2,3,4,5,6 回長編みを編んだら、マーカーのついている位置に引き抜きでつなぎます。この段からは模様編みに入っていきます。今回の模様編みは12目と4段で1模様の模様編みになります。説明欄の目次に12目ごとの繰り返しでリンクを貼ってあるので、よろしければそちらからリンクを押して繰り返しながら編んでみてください。鎖3目で立ち上がって3つ目の鎖編みにマーカーで印をつけておきます。針に糸をかけて引き抜きをした目の隣の目に長編みを編みます。下の段の長編みの頭を拾いながら長編みをあと4目編みます。立ち上がりの鎖3目を入れて6目編めたら、ここからもう一色のマルチカラーの糸を使っていきます。マルチカラーの糸を指に持って一度針に引っ掛けてから、次の長編みを飛ばしたその次の長編みの頭に針を入れます。この時に今まで編んでいたこの緑の糸も針に引っ掛けてからマルチカラーの糸をすくってきます。もう一度針に糸をかけて同じ場所から糸をすくってきます。もう一度同じように繰り返して、ここに全部で7本の
糸がかかっている状態になります。一番奥側の糸だけを残して引き抜いて、次の引き抜きで針にかかってる糸をすべて引き抜きます。この編みくるんでいる緑の糸を引っ張って、この最後の鎖がたるまないように調整します。鎖編みを一つ編んだら、針に糸をかけて、もう一度同じ場所に針を入れて糸をすくってきます。この緑の糸とマルチカラーの糸の糸端を編みくるみながら編み進めていきます。もう一度針に糸をかけて、同じ場所から糸を引き抜いて、もう一回同じように繰り返したら、針の一番奥の糸だけを残して引き抜きをして、もう一度すべての糸を引き抜きます。針に糸をかけたら、次は長編みの頭を2目飛ばして、3つ目の長編みの頭に針を入れて、同じように糸端と緑の糸を編みくるみながら糸を持ってきます。針に糸をかけて、同じ場所から糸を引き抜く。針に糸をかけて、同じ場所から引き抜く。全部で7本の糸が針にかかったら、最後の糸を残して引き抜いてから、すべての糸を引き抜きます。鎖を1目編んで、針に糸をかけて、また同じ場所に針を入れて糸を持ってきます。これをあと2回繰り返して、一番奥側にある糸だけを残して引き抜いてから、次の引き抜きから糸を緑色の糸に戻して、針にかかってる糸をすべて引き抜きます。その時にマルチカラーの糸を引っ張って、ここの引き抜きのたるみがないように調節します。今度は緑の糸を使って、針に糸をかけて、長編みの頭を一つ飛ばした次の長編みの頭に長編みを編みます。その時に今度は先ほどまで編んでたマルチカラーの糸を編みくるみながら編んでいきます。マルチカラーの糸を編みくるみながら長編みを5目編みます。次はマルチカラーの糸に持ち替えて、針に糸をかけてから長編みの頭を1目飛ばした次の目に針を入れて、この緑色の糸を編みくるみながら糸を引き抜きます。針に糸をかけて、同じ場所から糸を引き抜き、もう一度針に糸をかけて、同じ場所から糸を引き抜きます。最後の一本だけを残して引き抜きをして、もう一度すべての目を引き抜きます。ここで緑色の糸を引っ張って、この鎖の目が緩まないように調整しておきます。鎖目を一つ編んで、針に糸をかけたら、もう一度先ほどと同じ場所に針を入れて
緑色の糸を編みくるみながら糸を引き出します。針に糸をかけて同じ場所から糸を引き出して、もう一度針に糸をかけて同じ場所から糸を引き出したら、最後のこの一本も残して引き抜きをして、もう一度針にかかっているすべての糸を引き抜きます。針に糸をかけたら、今度は長編みの頭を2目分飛ばして、3つ目の長編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。もう一度針に糸をかけて同じ場所から糸を持ってきて、もう一度繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜いて、次の引き抜きで全ての糸を引き抜きます。鎖を1目編んでから、針に糸をかけて同じ場所から糸を引っ張って、これをあと2回繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸を残して、手前をすべて引き抜いてから、最後のこの引き抜きを緑の糸に戻して引き抜きます。マルチカラーの糸を引っ張って、この引き抜きの糸の緩みがないように調整しておきます。針に糸をかけたら、長編みの頭を一つ飛ばして、この目に長編みを編みます。この段の終わりはマルチカラーの模様の最後を緑色の糸で引き抜いたところで、マーカーのついている立ち上がりの鎖の3つ目の目に引き抜きでつなぎます。この時に立ち上がりの鎖の目に針を入れたら、マルチカラーの糸を針に引っ掛けてから引き抜きをします。次の段も鎖3目で立ち上がって、マルチカラーの糸を編みくるみながら長編みを5目編みます。次はマルチカラーの糸に変えてから、針に糸をかけて、先ほど編んだこのハート模様の間に針を入れて、緑色の糸を編みくるみながら糸を引き出してきます。針に糸をかけて、この間のところから針を入れて糸を引き出して、もう一度繰り返したら、針の一番奥の糸を残して引き抜き、次の引き抜きで2本とも引き抜きます。緑の糸を引っ張って、この鎖のたるみを調整してから、鎖編みを一つ、針に糸をかけて同じ場所から糸を引き抜いてきて、これをあと2回繰り返してから、
針の一番奥の糸を残して引き抜きます。次の引き抜きで2本一緒に引き抜きます。針に糸をかけたら、次は2つ目のハート模様の間に針を入れて、緑の糸を編みくるみながら糸を持ってきます。針に糸をかけて同じ場所から糸を引き抜き、もう一度繰り返して針の一番奥の糸を残して引き抜きます。次の引き抜きで2本とも引き抜き、鎖を1つ編んで針に糸をかけて同じ場所に針を入れて糸を引き抜き、これをあと2回繰り返したら、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜いて、この次の引き抜きを緑の糸に変えて、針にかかっている糸すべてを引き抜きます。マルチカラーの糸を引っ張ってこの部分のたるみを取ってから、針に糸をかけて下の段の長編みの頭に長編みを編みます。この段の最後はマルチカラーの模様を編んだ最後の目を緑の糸で引き抜いて、立ち上がりの鎖3目の一番上の目に針を入れて、針にマルチカラーの糸を引っ掛けてから糸を引き抜き、もう一度引き抜いて細編みでつなぎます。次の段は鎖3目で立ち上がって、ここですぐにマルチカラーの糸に色を変えて、針に糸をかけたら、立ち上がりの鎖の隣の長編みの頭に針を入れて、緑色の糸を編みくるみながらマルチカラーの糸を引き抜いてきます。針に糸をかけて同じ場所から糸を引っ張って、もう一度繰り返したら、針の一番奥の糸以外を引き抜いて、次の引き抜きで針にかかっている糸すべてを引き抜きます。緑色の糸を引っ張って、この鎖がたるまないように調整をしたら、鎖を一つ編んで針に糸をかけて同じ場所から緑の糸を編みくるみながらマルチカラーの糸を引き抜きます。これを2回繰り返して、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜き、次の引き抜きで全てを引き抜きます。針に糸をかけたら、長編みの頭を2つ飛ばして3つ目の長編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。針に糸をかけて同じ場所から糸を引っ張り、もう一度繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜いて、次の引き抜きで全ての糸を引き抜きます。鎖を一つ編んで針に糸をかけたら、同じ場所に針を入れて糸を引き抜き、これを2回繰り返して、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜きます。次の引き抜きは緑色の糸に変えて、針
針にかかっている糸すべてを引き抜きます。マルチカラーの糸を引っ張ってたるみを調整したら、今度は緑の糸を針にかけて、この残っている長編みの頭一つは飛ばして、次のこの模様編みの頭、この部分ですね、この部分に針を入れて長編みを編みます。ハート模様の間に針を入れて長編みを編んで、次はハート模様を編んだ頭の鎖に針を入れて長編みを編みます。すべてこのマルチカラーの糸を編みくるみながら進んでいきます。次は2個目のハート模様の手前側の模様編みの頭に針を入れて長編みを編んで、ハートの間に針を入れて長編み、最後の模様編みの頭の目を拾って長編み。これで長編みが6目編めます。マルチカラーの糸に持ち替えて針に糸をかけたら、一番最初の長編みの頭を飛ばして、次の長編みの頭に針を入れて、緑色の糸を編みくるみながら糸を引っ張ってきます。針に糸をかけて同じ場所から糸を引き抜き、もう一度繰り返したら、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜いて、次の引き抜きで2本を抜きます。緑色の糸を引っ張ってたるみを取ってから、鎖を1目編んで針に糸をかけて同じ場所から糸を引き抜きます。針に糸をかけて同じ場所からあと2回繰り返し糸を引き抜いたら、針にかかっている一番奥の目以外を引き抜いてから、次の引き抜きで全て引き抜きます。針に糸をかけたら長編み2目を飛ばして3つ目の長編みの頭に針を入れて、緑の糸を編みくるみながら糸を引っ張ってきて、針に糸をかけて同じ場所からあと2回糸を引き抜きます。そしたら針にかかっている一番奥以外の糸を引き抜いて、次の引き抜きで全て引き抜きます。鎖を一つ編んで針に糸をかけたら、同じ場所から糸を引っ張ってきて、あと2回繰り返してから針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜き、最後の引き抜きを緑色の糸に変えて引き抜きます。次は緑色の糸で長編みを編んでいきます。この残っている長編み1目を飛ばして、このハート模様の目の頭の目を拾って長編みを編んで、ハート模様の間に針を入れて長編み、ハート模様の頭を拾って長編み、次のハート模様の一つ目の模様の頭の鎖を拾って長編み、ハートとハートの間に針を入れて長編み、一番最後のハート模様の頭に長編み。これで長編みを6目編みます。
この段の最後は緑の糸で長編みを5目編んだところで、立ち上がりの鎖の一番上の目に針を入れて、ここに引き抜きでつなぎます。この時にマルチカラーの糸を引っ掛けてから引き抜きをします。次の段も鎖3目で立ち上がったら、マルチカラーの糸に持ち替えて、針に糸を引っ掛けて、ハートの間に針を入れて、緑の糸を編みくるみながら糸を引き抜いてきます。針に糸をかけて同じ場所から糸を引き抜き、もう一度繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜きます。次の引き抜きで2本すべてを引き抜いて、鎖を1つ編んだら針に糸をかけて、もう一度同じ場所から糸を引き抜き、これをあと2回繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜いて、次の引き抜きで2本を引き抜きます。針に糸をかけたら、次のハートの真ん中に針を入れて、緑の糸を編みくるみながら糸を引き抜き、これを2回繰り返して、針にかかっている糸の一番奥のもの以外を引き抜き、次の引き抜きで2本を抜きます。鎖を1つ編んで針に糸をかけたら、同じ場所から糸を引っ張ってきて2回繰り返してから、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜き、次の引き抜きを緑の糸に変えてから2本を引き抜きます。次は針に糸をかけて、下の段の長編みの頭を拾いながら一つずつ長編みを編みます。この段の最後は長編みを5目編んでから、立ち上がりの鎖の一番上の目に引き抜きでつなぎます。この時にマルチカラーの糸を針に引っ掛けてから緑の糸で引き抜きます。次の段はこのハート模様の一つ目の模様編みの頭に針を入れて、引き抜きをして1目進んだところから鎖3目で立ち上がります。針に糸をかけて、このハート模様の真ん中に針を入れて、マルチカラーの糸を編みくるみながら長編みを編みます。ハートの模様編みの頭に針を入れて長編みを編んで、次のハート模様の頭に針を入れて長編みを編んだら、
次はハート模様の間に針を入れて長編みを編んで、最後の模様編みの頭に針を入れて長編みを編みます。マルチカラーの糸に持ち替えて針に糸をかけたら、長編みの頭を一つ飛ばして次の長編みの頭に針を入れて、緑の糸を編みくるみながら糸を引き抜きます。針に糸をかけて同じ場所に針を入れて糸を引き抜き、もう一度繰り返してから針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜きます。次の引き抜きで2本を引き抜いて、緑の糸を引っ張ってたるみを取ったら、鎖を1つ編んで針に糸をかけて同じ場所に針を入れて糸を引き抜きます。あと2回繰り返して、針にかかっている一番奥以外の糸を引き抜いて、次の引き抜きで2本を引き抜きます。針に糸をかけて長編みを2つ飛ばした3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。緑の糸は編みくるんでいきます。針に糸をかけて同じ場所に針を入れて引き抜きを2回繰り返して、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜き、次の引き抜きで2本を引き抜きます。鎖を1目編んで針に糸をかけて同じ場所から針を引っ張ってきて、これをあと2回繰り返したら、針にかかっている一番奥の糸以外を引き抜き、緑の糸に持ち替えてから2本を引き抜きます。針に糸をかけたら残っている長編み1目を飛ばして、隣の模様編みの頭に針を入れて長編みを編みます。の段の最後はマルチカラーで編んだ模様の最後を緑色の糸で引き抜いたところで、立ち上がりの鎖3目の一番上の目に引き抜きでつなぎます。この時にマルチカラーの糸を針に引っ掛けて引き抜きます。模様編みを12段編んだところで糸がなくなりそうなので、ここで終わりにしようと思います。緑色の糸で終わってるので、このマルチカラーの方の糸はだいぶ編みくるんであるので、このままカットします。緑の糸はもう一度引き抜いてから、糸を切ります。今回は100均で購入した20センチの白のファスナーをつけたいと思います。